皆さん、ついに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 公開されましたよ。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。これ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 。公開初日の朝一に見に行ってきたんですけど、まず一言。マジで最高です。ピース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 。本当に、本当に面白い。本当に面白かった。何この最高な映画。100人に聞いたら100人が最高って言うだろ、こんなん。本当、そんぐらいおもろかったんですよ。え？最高じゃなかった？まあそういう意見も大事だな。ともかくこれから僕はこの映画が最高すぎてもうどうにかなりそうっていう話をするんで、これから見る人はぜひ見る前のロイター版にしていただいて、そしてもう見てきたよっていう人は一緒にニヤニヤしましょう。ちなみに今回の動画はネタバレなしなんで、どなたも最後まで見てくれると嬉しいです。ではまずどういうお話かというと、ニューヨーク、ニューヨークで配管工を営む兄弟マリオとルイージのマリオブラザーズ。あ、お前らニューヨーク出身なんだ。おなじみのマリオとルイージの兄弟ですよ。で、彼ら配管工やってるにはやってんだけど、あんまり売れてないという依頼も全然来ないし、めちゃくちゃミス多くて、ご飯食えるような仕事にありつけてないわけですよ。はぁ、これからどうしようかなーなんて言いながらゲームポチポチポチってやってる。そんなある日ですね、ブルックリンの街で突如として水道管が破裂して街が水浸しになっちゃうんです。大洪水ですよ。マリオはよっしゃ俺たちの出番だ言うて、その破裂した水道管の工事に挑むわけですよ。その洪水の原因を突き止めるために地下へ地下へと潜っていくわけです。するとそこに奇妙な緑色の土管を発見するんですよ。なんだこの土管なんて言ってたら、マリオとルイージはその土管の中に吸い込まれて、わけのわからない空間に飛び出ちゃうんです。そこでマリオはルイージと離れ離れになってしまって、キノコで溢れる国、キノコ王国にたどり着くんです。そしてルイージは悪の亀クッパが治めるダークワールドに迷い込んでしまったことを知るんです。時同じくしてキノコ王国の王女ピーチ、彼女はですね、クッパ軍団がダークワールドからキノコ王国を攻めようとしているという情報を聞きつけるんです。やがてマリオとピーチは協力してルイージの奪還、そしてクッパ軍団の撃退に尽力していくのですが、みたいなお話。ということで今日はそんなザ・スーパーマリオブラザーズムービーについて、ネタバレなしで見どころとか思ったことをいろいろ喋っていこうかなって思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では行きましょう。はい、最高。マジでマンマミーヤだね。マンマミーヤ。この映画ね、92分でサクッと見れるんですけど、この92分の中で何度テンション上がって何度笑顔になったことか。毎秒こんなんなってたかんね。まず言いたいのが、一回でもスーパーマリオブラザーズをプレイしたことがある人は絶対に見に行ってください。どんなマリオでもいいですよ。スーパーマリオでもいいし、64でもサンシャインでもいいし、ニュースーパーマリオでも、オデッセイでも、マリオカートでも何でもいいです。マリオのゲームを一度でもプレイしたことがある人は絶対に見に行ってください。ほんとマリオ経験したことがある、マリオのゲームをやったことある僕らが一番楽しめる映画だから。これマリオをやってきた人による、マリオをやってきた人のためのマリオ映画なんですよ。だからね、最高の映画っていうよりは最高のマリオ映画なんだよね。だからマジで、マリオの映画どうせなんか変なことになるんでしょみたいなこと考えてる人もいると思うんだけど、いいからそういうこと考えなくて、さっさと見に行けって。お前らはまあ絶対に見てくれ。一回でもマリオやったことある人は絶対に見てくれ。見てる時の僕の目すげーキラキラしてたと思うんすよ。まあ僕の普段の動画見てくれればわかると思いますけど、めちゃくちゃ目くすんでるわけですよ。ほんとこんな顔でこんな目してますよ。でもこの映画見てる時、他のどの映画見てる時よりもめちゃめちゃ他の映画では感じたことのないような興奮と感動が押し寄せて、もうめちゃくちゃ目キラキラしながら見てたと思う。僕目の中にキラキラとか入ってたと思うよ。それこそ初めてマリオのゲームやった時と同じ目、同じ心になるんですよ。だからね、心なしかこれ見る前とこれ見た後の今の方が気持ち明るいもんね。どんな不安も消し去ったわ。いや、そりゃ売れるよ。これ見てる時に分かったけど、俺ってこんなにマリオのこと好きだったんだ。俺ってこんなにマリオに思い入れというか、マリオのいろんな要素見て楽しめるぐらいマリオのこと知ってたんだって思って、すげえ胸熱くなったし、そんな気持ちを持った人たちがこの映画を作っててさ、で僕と一緒に見てた人たちも全員同じ気持ちになったと思うんだよね。僕って私ってこんなにマリオのこと好きだったんだ、こんなにマリオのこと愛してたんだ。多分ね、子供たちは純粋にアニメとして楽しむと思うんだけど、僕らみたいなマリオと一緒に育ってきた人間は、これ俺の人生じゃんというか、俺の人生と並行して紡がれてきた物語やっていう。マジで見てる時はね、マリオのゲームをプレイしてた時と同じ気持ちになるというか、あの頃よろしくマリオに夢中になって、いやそりゃ売れるわなって、こんなに愛に溢れてる映画で世界中にもマリオのファンいるわけですよ。それ考えたらさ、そりゃ売れるよな。こんだけ売れてる理由が分かりました。でなんか今全世界で日本円に換算すれば興行収入が1000億
億突破したとかさ、1000億あんたら軽々しく1000億突破しましたとかってニュースで言って、そうなんだすごいって言ってるけど、1000億だぜ。現時点で1000億も売れてる理由が分かったし、多分もっと売れるから、ちょっとでもマリオの思い出ある人は絶対見に行ってほしいですね。サントラとか SE とか細々とした演出とか、そういうのも全部ね、マリオ愛、任天堂愛に溢れてて、僕はもう物心ついた時からずっと任天堂のゲームしかやってないんですよ。他の会社のプレステとか一切やってこなかった人間なんですよ。たまに友達ん家でやったりとかはしたけどね。でも家にあったのはずっと任天堂のゲームだったんです。子供の時とかはさ、もっとプレステやりてーよとかさ思ってたけど、いや、この映画を見るために俺はこれまで任天堂のゲームを遊び続けていたのかもしれないって、今までの僕の人生が回収された感じ、これたまんなかったね。誇りだよね。日本の任天堂がある世界線の日本に生まれてきてマジでハッピーかも。で、これ見てる中にはマリオのゲーム一切やってこないで過ごしてきましたっていう人もいると思うの。その人たちが 100% 楽しめるとはちょっと言えないんだけど、これまでマリオ通ってこなかった人でも 80% から 95% ぐらいは絶対楽しめるんで、純粋にマリオの映画っていうだけじゃなくてアニメーション映画として最高なんだよね。段違いで面白いから。だからマリオ通ってこなかった、マリオの思い出あんまりないですっていう人でも絶対楽しめますし、そういうマリオ知らない人でも絶対どこかで見たことある、どこかで聞いたことある、いろんな要素が散りばめられてるから、だからビビると思う。あれ、私の記憶の中にマリオいたんだ。だからそういう意味でね、マリオと再会できるかもしんない。ほんとね、1秒も楽しめなかったっていうことは絶対ないから、それだけは安心して見終わった後にちょこっとマリオのゲームやってみると絶対楽しいと思うんでね、ぜひマリオ知らない人も安心して見に行ってみてください。見てて思ったのは、日本での公開前にアメリカの大手批評サイトのなんちゃらトマト、あのレビューサイトで批評家たちの評がめちゃくちゃ低くて、オーディエンスの評がかなり高かったんだよね。で、批評家たちはマリオのゲームがやりたくなるだけの映画って言ってブー垂れてたわけですよ。それ最高じゃんって思ってたんだけど、そのね、批評家たちがブー垂れてた気持ちもちょっとわかる。あの、ストーリーの中身がないとかメッセージが全くないとまでは言わないけど、本当にね、マリオがクッパを倒すっていう、これまで僕らが散々やってきたマリオブラザーズのゲームをそのまま映画館で見てるっていう感覚になるのね。だからその評論家としては、もっとこういうメッセージ性がとか、ここのストーリーが甘いとか、そういう気持ちになっちゃうのもわかる。ただシンプルな、誰でもわかるような、全員が知ってるクッパを倒すまでの冒険っていうストーリーの中にも、ドンキーコングがやってきたりとか、カート乗ってレインボーロード走ったりとか、そういうおなじみのイベントがどんどん詰め込まれてるから、新しいマリオのゲームって思って見に行くのもありだと思う。そんくらい映画じゃなくてゲームしてる映画だったわ。マジでね、誰もが楽しめて、誰もがマリオのこと好きになって、誰もがマリオになって冒険したくなる、そんな映画なんですよ。だから僕も Here we go! やりたくなったね。でさ、この映画の上映前に任天堂の広告流れんだよね。任天堂の CM、 あれずるいわ、あれやばいわ、あれやばいわ。マジで無条件でマリオとの思い出蘇んの。どういう CM かっていうと、老若男女がマリオのゲームをプレイしてるっていうやつなんだよ。スーパーマリオブラザーズとか、オデッセイとか、あとマリオパーティー、マリオカートとか、そういうゲームをね、大人からちびっ子たちまでスイッチでバーでやってんですよ。で、最初ね、そいつら全員ミスりまくるんですよ。あー、難しい。うわ、負けた、お前早いよ。ちょっとあんた、もっと足並み合わせなさいよ、みたいな。わちゃわちゃしててさ、で、ちびっ子たちとか、うまくクリアできないから泣いてんのよ。できなかった。でも次にゲームオーバーになった、失敗しちゃった面とかをみんな次々クリアしていくんです。で、その時には直前までの悔しそうな顔じゃなくて、みんな笑顔に変わるの。みんな笑顔に変わって、やったー、わーできたー、やったー、みんなクリアしていって、 It's me Mario じゃなくて It's you Mario になって終わんので、最後ちびっこができたーって言って終わるんだけど、これやばいね。リンク貼っとくから見て。なんかさ、僕がガキンチョだった頃、全然クリアできない面とかあったなーって、難しすぎて途中で諦めてた面とかあったな。でもそういうのって、何回もやり直してたら成功したなー、クリアしたなーとか、大人になっても失敗してやり直して、また失敗してやり直して成功するっていう、マリオのゲームをやる上で全員が通ってきたプロセスというかね、全員が通ってきた道を思い返して、なんかすごい泣きそうになったんすよね。なんかね、マリオって
人生じゃんって思って人生なんてトライアンドエラーの連続ですよ。失敗して成功してまた失敗して成功してまた失敗して成功して失敗と成功の繰り返しですよ。俺たちってマリオでそのこと学んでたんだ。マリオって俺たちに人生は失敗の積み重ね、失敗を積み重ねた先の成功があって、またその後にも失敗があって、また成功してっていうのを繰り返していくんだよっていうのをマリオが教えてくれてたじゃんって。でそれを見た後にまた新しく始まる新しいマリオの世界、新しいマリオの物語ですよ。言ったらニューゲームが始まるんです。うわなあこれすごいね。本当にすごい。ごめんなさいね、中身のことよりも自分の感情、自分の思いのことばっか喋ってる。見どころもクソもないだろうけど、本当ね、俺マリオと出会えてよかったって思いましたね。マリオって僕の親も僕と同じガキンチョの頃にやってたし、 DNA のレベルで俺たちってマリオに出会ってるし、マリオと人生を歩んで、別にねマリオというキャラクターに愛着がなくてもマリオというゲームにはめちゃくちゃ思い入れあるじゃないですか。だからね、この映画を見てマリオと出会った意味、これって本当にこの映画というかこういうことを思うために、改めてマリオと出会ってマリオと再会するために今までマリオをやってきたんだっていう気持ちになって、なんかね泣けるシーンでもなんでもないんだけどちょっと泣いたよね。だからもうこの場を借りて言いたい、任天堂マリオを作ってくれてありがとう。そんでおとんおかん、僕がガキンチョの頃ね、病気した時に実家にあったスーファミと64持ってきてマリオのゲームいろいろ買ってきてくれてありがとう。でこれまで一緒にプレイしてくれた友達、元カノありがとう。ニュースーパーマリオブラザーズの対戦でボコボコにして泣かせちゃってごめん弟、本当にありがとう。この映画見てたら自然とそういうマリオとの思い出、マリオに対してのありがとうの気持ちがどんどん溢れてきて、俺らってそうじゃん、ずっとマリオといたじゃんって、僕らの一部だったなって改めてこの映画見て思いましたね。だから本当少しでもプレイしたことがある人は絶対に今回の僕みたいな気持ちになると思うし、もう本当さすがとしか言いようないですよ。イルミネーション誰もが楽しめる素敵な作品になってるんで、ぜひね少しでも興味ある人、全然興味ないけどマリオやったことあるよっていう人は見に行ってみてください。ザ・スーパーマリオブラザーズは4月28日より公開中です。いかがでしたか？これまでの動画の中で過去一饒舌に喋ってます。めちゃくちゃ舌回ってる今回。そんくらい心の底から楽しめた。もうめちゃくちゃおもろい、めちゃくちゃ最高な映画だったんで、よかったら皆さんも見に行ってみてください。日本でこそめちゃくちゃ売れてほしいなって思いますね。みんなの感想も教えてください。これからも新旧問わずいろいろな作品のレビュー投稿していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画で。お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter や Instagram、フィルマークスもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。関連動画もご覧ください。サントラも最高だったし、いろんな小ネタあって楽しかったね。これさ、もっと任天堂のゲーム映画化させて、最終的にスマブラやりますみたいなことになんないかな。なんないか。なんないよね。なったら嬉しいね。バイバイ。